はい、どうもビレッジの上谷です。今日はですね、日本ラグビーフットボール協会リソースコーチ、そして、元アンダー17、アンダー18のラグビーのラグビーのですね、日本代表のコーチをしていらっしゃいます。ワークライフブランド代表の二の丸智之様に、お越しいただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。まあ今ね、ちょっとご紹介させていただいた通りですね、まあ二の丸さんは、まあラグビーの、まあコーチですね、はい、をしていらっしゃるわけなんですけれども、まずその、まあ今回、まあ我々ビールゼントと繋がったのは、まあもちろんこれプロテイン通じてなんですが、はい、まあ、ラグビーというとすごくプロテインを飲んでるイメージがあるんですが、うんうん、実際のところ今、まあ、選手はみんなしっかり栄養というのは取れてるものなんですかね、うん、そうですね、18年前の僕が高校時代の話にちょっとだけ触らせていただくと、はい、その当時はやっぱりこう捕食だとかプロテインだとかっていうのは興味がある選手、興味があるチームだけがもう取ってたようなイメージだったんですけど、はい、この5年6年高校の現場に行かせてもらってもやっぱり選手の意識がすごく変わってきたというか、うん、体つきも変わってきて、うん、これ何なのかなと思うとやっぱり練習後の補食だとか、うん、プロテインだとか、うん、まあ、食事管理だとか、そういったものにすごく選手の知識が、レベルが上がってきてまして、うん、もう本当に一人一個シェイカーが持つのが、うん、まあ、当たり前の時代になってきたかなという印象を受けてますね。でも本当この 2,3 年で、まあ、選手の体格もだいぶ変わってきたっていう、ね、もう高校生の全国大会、うん、トップ16、トップ8、このチームを見ても本当大学生に見劣りしない大きさにはなっていってますね。やはりその体型が大きくなったっていうことはそれに比例して、まあ、そのスポーツのパフォーマンス、まあ、ラグビーだったらラグビーのパフォーマンスというのも上がってるということですか。そうですね、もう本当にフィジカルスポーツの一環でも一つでもあるので、高校生の体が大きくなったということで高校ラグビーの迫力が変わりましたよね、うん、本当に昔で言うと簡単に抜けるところが簡単に抜けなくなって、うん、でそこのタックルのシチュエーションのいわゆるブレイクダウンとよく言いますけど、そこの凄まじさ攻防のレベルがすごく上がってきましたね、うん、なるほど、はい、じゃあやはりその体が強くなって、まあ、負けないというか倒されない、シンプルに倒されない、うん、体になったと思うんですが、やはりその怪我っていうのはどうなんですかね、うん、やっぱり体が大きくなったことによって怪我は少なくなってきてますよね。そうですか、はい、うん、まあ、やはりその栄養、まあ、もちろんプロテインもそうなんですけど、うん、もちろんその食事ありきだと思うんですが、うん、その食事から取るのと、うん、まあ、サプリメントから取るの、まあ、どちらがいいかっていうとやっぱり食事がベースだと思うんですけども、うん、はい、今のその選手たちの意識としては、うん、まあ、その食事の意識と、まあ、こういうサプリメントの意識でいうと、まあ、で、まあ、どのぐらい上がってきてるんですか。そうですね、まあ、3食、まあ、ないしは4食5食食べてる子もいると思うんですけど、まあ、それプラスその間、まあ、間食って言われる部分にいろんなサプリメントを入れたりとか、特に一番レベルが高くなってきたなと思うのはやっぱり練習後ですね。練習後30分以内にやっぱりこう失われた栄養、失われたエネルギーを補給する、補完するっていう形でプロテインを飲むっていうのが、本当そこの今知識が一番上がってきたかなって感じですね、まあ、例えばじゃあラグビーの選手だったら、まあ、プロテイン以外のサプリメントっていうのはどういったものを取られるケースが多いですか。疲労回復の関係とかですね、コラーゲンだとか、まあ、アミノ酸が一番多いですよね、うん、いろんな名前 BCAA とかね、いろんな名前変わってますけど、まあ、そういったところが多いですけど、うん、まあ、やっぱりプロテインがやっぱり一番人気があって、みんなが口にしてるものじゃないかなと思いますね、うん、なるほどね。やっぱりベースはプロテインっていうことですね、うん、そうですね。あとは炭水化物なんかも大事なんで、まあ、マルトデキストリンとか、うん、ああいった、炭水化物を入れてるのも重要かもしれないです、ね、うん、あ、そうですね。あとは、まあ、BCA に代表されるアミノ酸関係、うん、そうですね。なるほど、わかりました。まあ、じゃあちょっとあと、まあ、最後に一つ伺いたいのが、まあ、いろんなスポーツのジャンルがあって、まあ、高校生、大学生、うん、いろんなアスリートがいらっしゃると思うんですが、まあ、その彼ら彼女たちに、まあ、サプリメントあるいは食事などで、まあ、注意する点、うん、あるいはこういうことをやればさらにパフォーマンス上がるよっていうことがあれば、うん、ぜひアドバイスいただければと思います。そうですね、僕も偉そうに言える立場でね、ないんですけど、社長がね、さっきおっしゃった通りで、やっぱり一番基本となるのはやっぱり食事ですよね。
朝昼晩の最低限この3食に付き加えて、やっぱりスポーツ選手エネルギーが相当出ていますので、そこにこう補うような形でうまくプロテインを、まあ、サプリメントを使っていただいたらいいかなと思うんですね。僕プロテイン飲むからもう夜ご飯いいんですっていう子たまに言うんですね。それはまずいです、プロテイン飲めば全てこう補えてるっていう子がいるんですけど、やっぱそういうところを正してあげないといけないと思いますので、あくまでも補完するというか、はい、サポートする食品になるかなと思いますので、きちっと食事をとって、さらにプラスアルファでプロテインを飲むサプリメントを取るっていう習慣をきちっと、まあ、僕らも指導者で伝えていかないといけないでしょうし、まあ、選手たちもそういうのを意識して、使用してほしいなと思いますね。なるほど、いや、ありがとうございます。答えになってますか？いやいや、ね、本当、まあ、この結構 YouTube のチャンネルの方は、まあ、中学生なんかも見ていただいてますし、うん、もちろん大人も見てるんですけれども、まあ、大人は大人で、まあ、子供さんに向けてっていう考えもあるでしょうし、うん、もちろんこれは、まあ、学生だけじゃなくて、大人もやっぱ同じことだと思うので、まあ、すごく参考になるんじゃないかなと。そうです。どうしても大人ね、取ったことない人とか、スポーツしてない人って、抵抗あるんですよね。何かこうサプリメント、プロテインっていうと、体に、あえて言ったら悪いんじゃないかっていうね。薬のようなイメージのある方いらっしゃいますね。で、薬なんて食品のサポートって感じなのでね、今はそういった認識、まあ、我々もそういったことをうまく宣伝していかないといけないかなと思いますね。そうですね。なるほど。よくわかります。まあ、ちょっとね、もう短い時間なんですけれども、ぜひまた今後ね、機会を見つけて、二本丸さんにいろんなね、サプリメントだけじゃなくて、トレーニングのことであったりとか、アスリートはどうあるとかいいのかみたいな、はい、そんな話もこれから聞いていければいいんじゃないかなと考えております。ぜひまたお話聞かせてください。はい。はい、今日は、二本丸さん、ありがとうございました。ありがとうございました。